チェック用取っておいてくれた？ああ、うん。ねえ、どうどう？あ？ああ、いいんじゃないの、なんでも。もっとあるでしょう。かわいいよとか、超かわいいよとか。ねえよ、いつも通りのお前だ。いつも通り、自然体でかわいい？はいはい、世界一かわいいよ。適当だな。どんな感じ？うん、私超かわいいよ。行きます。うっ、千歳、クソ新人なんだから少しは遠慮しろ。いいじゃん、私焼肉って牛パラしか行ったことないし。それにこういう時ってすっごいとこ行くんでしょ。ガラスマさん、いいよいいよ。見た見た、五条くん、今週でついに推定出荷10,000枚、えらいえらい。こないだ同期でご飯会あったけど。は？ちーちゃんも誘ったって聞いてたんだけど。はぁ？ハブとかじゃないから。せやな、あんたマングースって感じやし。はこいつ関西人の割に面白くないな。はじいちゃん。お、誰？え、え、どうもすいません。え、なんで着替え中。いや、なんで着替え中の私の部屋にいきなり男が。誰にも見せたことなかったのに、このままだと結婚しなきゃ。へえ、なんだって結婚。血の跡なんてどこにも。バカー、出ていけ。はい、ちょっとお待ちください。お見せてうなるよ、ゴールドカード。どうせ払いは原作持ちで。じいさまってば、ほんと無邪気なお歌が好きやな。かなりたくさん食べさせてもらっていいのかな。せやな、せめてもうちょっと売り上げに貢献できたらええんやけど。私たちが手伝えることを探して。やえ、それは甘いよ。人に口出ししちゃうのは学生の考え。社会に出たらね、自分と他人の領分を分けていかなくちゃ。そうかな。お仕事ってそういうものだよ。ところで、次は何がおごりかな。お寿司。ピニャ。君たちモブとは違うのだよ、モブとは。千歳、明日18時にメインキャスト顔合わせな。遅れんなよ。え、何？聞こえない。何キャスト、何合わせ？メインキャスト顔合わせ。ん？メイン？ん？誰が？お前が。何お前、気持ち悪い。メインキャスト決まったの、すごいね。事前に顔合わせなんて気合入ってるんじゃない？私もよく分かってないんですけど、頑張ります。あなた変ね。変ですと？なんでそんなに自信があるのかと。自信？自信？ところでこちらにございますわ。じゃーん、天才声優カラスマ五条主演のドラマ CD、 売上測定不能。そんなもの入れてるのか。時代に恵まれなかった五条くんの仇を10,000の軍勢で撃つ。そんな兄思いの妹は誰？私。五条くん、やっぱり私偉くない？結構片付いてるよね。そう？グッズとか厳選しとるからな。一見綺麗なように見えても、この名探偵の目はごまかせないんだな。あれ、おかしい。本当に片付け上手だなんて。こんなことは許されない。
ちょ、あかんで。お、やるか、やんのか。くらえ、金持ちボンボン娘。今、必殺の千歳アタック。えげつな。ちぇちぃちゃん、さすがにそれは卑怯だよ。え、でもこれくらい女子校では普通にやられてたよ。ちぃちゃん、そろそろ起きて。あかんて、めっさ見られとるって。バカ者。バカだけど大物ね。大バカ者。大丈夫だよ、五条くん。まだ首にもしないであげるよ。え、そんな、え、そんな、え、そんな。何お前、おととびした CD かなんかなの。五条くん、うるさい。セリフこれしかないんだから仕方ないじゃん。やばい。ビニャー、あんたどこ触ってんの。このバカ主人、ちゃんと話聞いてたわけ。今この世界は、私本当にできてないんだ。ということは私も人気かと。痛いよ。アホ、調子乗るの何様だ、クソ新人。お前の年収確定申告必要ねえだろ。うん、売れないのは五条くんの営業が悪いの。っていうか、むしろなんであんたはそんなに落ち着いてるのか理解できないけど。せやせや。まあこれも仕事だからね。貧相な体の割にメンタルはゴージャスよね、あんた。お、何それ。あ、ブルーレイ。ごめん、どのタイトルだっけ。どのって。あ、そうか、五条くんと一緒にやってるのってクースレしかなかったよね。ちょっとごっちゃになってたかも。どれとだ、どれとごっちゃになる要素があるんだ。収録したのもかなり前だしな。いやー、うっかりうっかり。まあ売り上げなんて時の運だもん。あんまり引きずらずに次のこと考えよ。早く違う仕事取ろうよ、五条くん。大事な担当声優に乱暴するなんて、ちょっとプロ意識足りなくなくなくない。黙れ、なめんな、クソ新人。そういう子好きやで。あ、それはどうも。わ、私もちぃちゃん好きだよ。あ、うん。なんかことちゃんの時と反応が違うよ。だってやえ、誰にでも言ってそうだし。言葉の価値がペラい、魂がビッチ。ペラくないよ、本当にそう思ってるのに。はいはい、私も好き好き。やえ、それは甘いよ。謙遜を美徳とするのは学生の考え。社会に出たらね、どんな偉い仕事相手でも自分と対等に考えなくっちゃ。いい仕事ピア。打ち上げ、行ける人から行きましょう。いきなり何するの、五条くん。私何かやった。行くぞ。DV だ。五条くんの愛が重い。もっと軽くしろ、シスポン。そうそう、3人とも7月版のヒロインの一人、未来のシンデレラガール。わあ、私なんて本当そんな。この女、人のことすごいすごい言いながらしれっと仕事取りやがって。そのまるっとした腹ん中、真っ黒か。おう、みんなやれることをやってんだ。仕事なんだから最後まで責任を持て。はーい。え、それっていつものラジオ形式に差し替えってこと。そう、1話上映会の時と同じだ。やった、私また褒められちゃう。タイムシフト予約しなきゃ。はあ、え、そんな、え、そんな、こんなの違いがわかるか。だいたいこんな絵でキャラの動きがわかるわけないじゃん。絵が悪いよ、絵が。物に当たんなよ。だってこんな一言誰がやったって同じだよ。声優つまんない、このガキ。じゃあ五条くんに買ってきてもらうか。こういう時だけは役に立つ。ちとせあんた、何も分かってねえ。え、あ、はい、すいません。何が。で、あの子何してるの。反省中です、気にしないでください。五条くんの鬼、悪魔、マネージャー。
皆さんお待ちかねの人気コーナー、本日も世界で発見された奇妙な生き物の映像をお届けいたします。いやー、働いた成果が見られるのは気分がいいな。お仕事って素敵。え、まあ何にせよ、まずはうちらのアニメ。死者誤入2回したら私もこけた。並んだ、いや抜いたか。あ、そうだねえ、名前は。あ、カラスマッチとせ。覚えてなかったのかよ。あんた演技はゴミだけどキャラは面白いのね。ゴミ。じいちゃん、ここ座れるよ。おお、やえ、心の友よ。ひどいよね、五条くん。可愛い妹に今時体罰だなんて。逆にシスコンなのかな。逆にそういうのほんと迷惑だな。いい歌、いい歌手、いい私だな。じいちゃん、あ、すみません、今プライベートだし、これからアフレコなのでサインは事務所通してください。握手はお一人様一回限りです。売れちゃいましょう、気楽に。実力もないし経験もない、頭もそんな良くない、その上性格がゴミだ。五条くん、ムカつく、息臭い。このガキ殺すぞ。まあその負けん気の強さはお前の取り柄だな。五条くん、どうしよう、私どうしたらいい。音感さんに相談してみろ。げっ。でも音感さんに相談なんてできない子みたいで印象悪くない。すでに印象最悪だろ。いいから行ってこい。カメラ怖い、カメラ怖い、カメラ怖い、カメラ怖い。先生、お疲れ様です。え、先生、これが原作者。うわ、お疲れ様です。すいません、ご迷惑をおかけして。いやー、終わっちゃったね。いろいろあったけど、私たちは私たちなりにとっても頑張ったよね。うん、だから思う存分打ち上げしよう。また美味しいお肉かな、お魚かな。誰も私の価値を分かってないのではないだろうか。だって私が一番いいって言われて選ばれたんだよ、認められたんだよ。なのにこれっておかしくない。まだそんなこと言ってんのか、お前。私は悪くない、社会が悪い。バカ、出て行け。千歳かわいい、優奈役好き。ほぼほぼ人気声優感出てきたし、もうすぐオープニングシングルも出ちゃうし、トータルややプラスみたいな。別にタメ口でいいよ、私の方が年下だし。あ、そうなんだ。へえ、このクソガキ超生意気。収録後の打ち明けは、女性声優シフト制、人気声優大体来ない。千歳、お前この後空いてるよな。は？空いてないけど、飲み行くし。居残り。はあ、ちーちゃんがたくさんいるよ。ちーちゃんの代わりもたくさんいるよ。ほほ、貴様さては本音だな。ちーちゃん、こういう時なんて言えばいいの。え、普通にごめんなさいでいいんじゃないの。ごめんなさい、片倉さん、やえ結構黒い子なんで。黒くないよ。ねえ、何、どうやったら売れんの。俺が知りてえよ。なんで私がこんな現場に。お疲れ様です。ち、政治キャスティングか、レコード会社はしねえ。実力だ、ボケ。五条くん、私もしかしてヤバいのかな。ようやく危機感出てきたか。えいえい、おおおちとせ。お、五条くん、行くぞ。そうそう、1万枚おめでとう、イエーイ。あ、うん、イエーイ。お願います。
ましてはシングル税抜き1400円にパーセントかけましてパチパチペロペロ。あー買い切りじゃなくて印税制にしておけばよかったよ。これ漫画？いやラノベ。お仕事終わり。ワンワードでギャラ泥棒。高速長くてコスパ悪い。ねえねえ五条くん、私すごくない？何がだ？だって昨日の今日だよ。練習した甲斐ありすぎじゃない？アピール機会がバーンと増えてファンもババーンと増えたりしてスター街道まっしぐらなんてね。僕の57番の方。あ、はい、私です。なんだやっぱ私持ってんじゃん。勝ったなんか。そういうのは持ち腐れって言うんだよ。オーディション全然通ってねえだろ。それはタイミングとかいろいろ。言い訳すんな、プロは結果が全てだろ。分かったか？全然分かんなかった。だって言ってること難しいんだもん。キャラの性格ばっかだし、もっと具体的にどうするか言っと。芝居組み立てんのも役者の仕事だぞ。精神論嫌い、意味ない、マジブラック。やだもう。およ、あ、五条くん。何？どうしたのお前。これ。大体合ってんな。こんなの気にしたって仕方ないだろ。だって今度からフィルターかけてもらうからネットのことは忘れろ。それより今日のアンケートもらってきたぞ。お渡し会の対応は確かに改善の余地があるかもだから次に行かせよ。いい、そんなの読みたくない。私を褒めてるのだけ見る。何言ってんだお前。なんで私だけが叩かれるの？何にもしてないのに。それは、五条くんバイバイ。おやすみ。カッタカッタカッタハー、売れたら速攻独立で中間マージンぶっ飛ばす。